次のクエストです。一振りの剣グザビエから突然デスマネーが頼みがある。泣き殻給料から行ける古戦場に来てくれねえか。ちょいと手に入れたいものがあってな。きっとお前らの戦いにも役に立つはずだ。待ってるぜマドル。なるほど、ということで来ました。お、よく来たなアドル。他の怪人たちもたく来るならとこ行って待ちくたびれたじゃねえか。うん、いきなり呼び出しといて偉そうにしてんじゃねえぞ珍獣が。珍獣って悪口なの？珍獣言うな。それで結局頼みって何なんですか？古戦場で何か手にしたいものがあるという話でしたけど。早速だがアドル、話を聞いてもらっても構わねえか？話を聞きます。ああ、そうか、オンに切るぜ。単刀直入に言おう。お前ら一緒に聖剣を探しに行くぞ。え、最強武器？聖剣ですか？なんだかいきなりだけど。剣は背中にあるじゃないか。ああ、市場で買ってきてあげようか。おもちゃ感覚かよ。そうじゃねえよ。それはそれで嬉しいけど、本物の聖剣のことだよ。嬉しいんだ、可愛いな。500年前に実在した古代グリア王国時代の聖剣。うわあ、楽しみ。ワクワク。へえ。100年戦争時代のですか。その美しい剣はとある一人の剣士が使っててな、いかなる魔王も払う力があるなんて言われてたらしい。その背中のじゃなくて、こうとある場所に行ったら、そのグン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 ってグザビエがその過去の一人の騎士になって、その剣が宝剣になるっていうやつじゃなくて。あ、それって、そう、お前さんたちも知ってる例の聖剣使いの剣だよ。これからのグリムワールドを戦い抜くには必要だと俺様は判断したぜ。さあ行くぞ怪人ども。どうしてグザビエがそんなことを？いいじゃねえか、いろいろあんだよ俺様にも。聖剣はこの古戦場のどこかに今も残されてるはずだ。つうわけでアドル、早速行ってみるとしようぜ。はあ。気になりますな。そうか、そんなすごい剣が、あ、ごめん、あ、ごめん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 。じゃあまた後でな、ごめん、アドル。今どっちかなってなったの。ここから先ね、はい、聖剣を引き寄せ。ようやく来たかよ。こんなところにもボイスがついてるなんて。何かあるぞ。やっちゃえ、ジュル君。アジル君絶対なくしちゃダメだよ。ここが古戦場ですか。確かバルドゥークの南東の要所で激戦の記録が残ってる場所だね。その通り、500年前聖剣の使い手も部下たちと共に立てこもったんだ。聖剣は今もどこかに残されてるはずだぜ。お、何ある。うん、ただのゴミか。もしかしてその調子で探して回るわけ。当時の剣が使える状態で残ってるとは思えないかな。いや、あの聖剣ならきっと輝きを失ってねえはずだ。やれやれ、根拠でもあんのかね。真意は分かりませんが、まずは一回りしてみましょうか。はい、一通り回りましたけどね、ここね。まあ上ですよね。やって、もう飛んでいっていいですか。何かあるんですね。うん、飛べないんですね。ありがとうございます。はい、来ました。ここってどうやら大昔の防衛施設か何かみてえだな。わかるぜ、この辺りは相当な激戦だったらしい。ええ、500年が経てもなお戦いの気配が感じられるかのよう。500年もずっと放置してんの、すごいね。逆に一体どれほどの聖女ロスビータの戦い、やっぱり綺麗事じゃなかったのよね。この場所は、いや少し違うな、あの時はもっと。見つからないし帰ろうかは良くないでしょ。アドル君どうした。もっと行こうよ。どうかしたのかい。どうした。いや大したことじゃないんだが。お、ロルボ出てきた。
ナルバ、この場に残った怨念に引き寄せられたみたいね。みたいだね。来ます。終了。かなり手強かったけど、ま、私たちの敵じゃないわね。まあな。さすが頼もしいじゃねえかって。ん？が変わっ、ん？戻ってない雰囲気、この気配。おい、アドル、戻る前にこの辺を少し調べてみねえか。うん、早速調べてみよう。もしかして。話のわかるやつだ。とにかく一度気をつけて調べましょう。何かあるみたいだね。あ、そうだ、今現実じゃないもん。知った。何かあるみたいだ。あ、そういえばこの下がね、水になってるんだよね。あったっけ。いや、ちょっと気にしてなかったな。アドル、あいつを見てくれ。あ、ようやく見つかったかよ。ですが、この状態は。でも色がめっちゃ似てるね、グザビエと。あった、あったぜ。さすがの聖剣も500年も経ってるよ。だが、ようやく思い出したぜ。もはやこれまでか。叶うことならば最後まであのお方のおそばにいたかったが。頼んだぞみんな、必ずやロスビート様を。まさか最後の戦場がこんなとこだったなんてな。激戦の最中に偶然迷い込んじまったのか、血みどろの戦に呼び寄せられたのか。道理で最後は行方不明扱いになってるわけだぜ。グザビエさん、まさか君は。もしかして君の正体は。まさか。ああ、その通りさ。そいつは昔から喧嘩ぐらいしか脳がない悪ガキでよ。でもひょんなことで見出されて聖剣使いなんて呼ばれるようになって、なのに戦友たちを残して一人だけ生き急いじまった情けない野郎さ。研究棟の廃棄場で気づいた時にはすでにこんな姿になっちまってた。一応ホムンクルスとして蘇らせようとはしてたってことで、失敗したから捨てられたってこと。多分ゾラがやってた実験の失敗作か何かだったんだろうな。ホムンクルスですらないってこと。ルーになって力も知性も失って、ただの生ゴミを漁るだけの小さな手足。かつて仕えた主と会うことも、戦友の暴走を止めることもできずに、これは守るべきものを守れなかった俺に神々に残していった罰なんだと思ってた。罰なの？それはなくない？でもちょっと、いや、なんだろうね、ちょっと冒涜されてはいるよね。だけどサードル、韓国に囚われても諦めねえお前に会って、手伝ううちに思うようになったことがある。こんな折にもできることがある。そのために俺はここにいるんだって。直接じゃなくてもかつての戦友たちを救うことにきっとつながってるってな。そっか、なんかいかにも未来を知ってるような口ぶりのように見えたけど、まあ一部の事情を知ってて、アドルの姿を見て何とかしなきゃってなってたってことね。グザビエさん、そっか。間違いない、必ず君の分まで頑張るよ。あ、頼りにしてるぜ。アドル、そいつを持っていきな。俺様からの選別ってやつだ。朽ちて力はほとんど失っちまってるが、塚頭には聖剣の加護が残ってるみたいだ。いいのかい。あ、お前にこそ託したいんだ。主、ロスビータ、いやアブレリスの信じた、そして俺様と冒険したお前によ。ゾラは自分が正しいと思うことは有無を言わさず推し進めるやつだ。それがうまくいくときはいいんだが、そうでなかったときは。とにかく昔からアプリリスですら手を焼くようなやつだった。だからアドル、お前が見届けてやってくれ。もしものときはどうか頼んだぜ。その後アドルたちは
聖剣の塚頭を回収してから元の世界に戻った。そして先に酒場にいるグザビエを見送ってから行動を再開するのだった。よし、上出来だ。上出来だ。こっからまたクエスト発生する。これテト君にやってもらうのかな。グザビエが更新されたみたい。聖剣使いの無念と人情。グザビエはかつて100年戦争を戦った戦士だった。数奇な運命により再び生を受けた彼の魂は時を経ても変わらず戦友たちを気遣っていた。親密度マックスなんだけど。しかしそなたも本当に無事でいてくれた。お互いこのような身ではあるが、グザビエまた会えて嬉しいぞ。おお、ロスビータ、そのなんつうかよ。ん、もしやそなた泣いているのか。おい、泣いてねえし。んなことよりお前に伝えなきゃいけねえことがあったんだよ。そのすまねえ、約束破って一足先に行っちまって。無茶するなっていつも言われてたのによ。俺様ってばほんとバカな野郎だぜ。いいのだ、それ私とて同じこと。撤退戦の中無謀にもしんがりを務めて捕らわれ、結果あのような形で命を落としてしまった。ゾラがあのような道を選んでしまったのは元はといえば私のせいなのだ。あいつの場合大元からひねくれてる気もするけどな。ま、けど俺様はなんだかんだあいつには感謝してんだ。ん？こんな体で目が覚めた時は新手の嫌がらせかと思ったけどよ。戦争を途中で退場しちまった俺様としちゃ願ってもね話だぜ。どんな姿だってまたこうしてお前らの力になれるんだからな。グザビエ・ソナタ。これでも解放軍の一翼を担っていた大剣士様だ。大剣士か。ロスビータ忘れてんじゃねえぞ。そうだったな。ようやく全てが分かった気がする。あの頃と私たちは何も変わらぬ。そしてあの頃以上に頼りになる仲間たちがいてくれるのだ。どんな戦いであろうとも守りきってみせよう、この地の人々の生活をな。おうよ、その息だぜ。アドルにも聖剣も渡したし、ロズビータともこうして話せた。人間の体に戻ることはできそうにねえが、ま、もともととっくに死んでるわけだしな。せっかく拾った命だ、俺様のもせいぜい一肌脱いでやろうじゃねえか。500年間やり残してたことが全部まるっと片付いた気分だぜ。あとはロスピータやあいつらが守り抜いてきた町、このワルドゥークのために一肌脱いでやろうじゃねえか。テイトくん、はい、なんとかできない。よーし、何でも申し付けてくださいね。え、いつでもお待ちしてます。え、装備するタイプってないの。こんなにワクワクしてたのに。最強武器じゃなかった。グザビエが使っていた聖剣の塚頭、神秘の力が込められている。スキルダメージ 1.2 倍、必殺率 40%。 すごいねそれ。ラスボス戦につけます。あ、そういえばすっかりダーナちゃんの指輪もつけなくなっちゃったな。なるほど、じゃあ最強武器何になるんだろうな。まあさすがにテイト君に聖剣打ち直してっていうのはないのか。そっか、じゃあアプリリスの好感度イベント見ます。うむ、そなたか。そなた今から時間はあるか。これから一つ個人的にやっておくべきことがあってな。よければこのままそなたも付き合うがいい。お、久しぶりにエルドラじゃん。水を汲んでくれるか。水？どこで？こんなとこあったっけ？あ、あったな。あったわ。手頃なおけ。偉大なる主神グリムニルよ。グリアの大地よ、風よ、精霊よ、今日我らはまた大いなる試練の日を迎える。
見届けたまえこの戦いを。我らとこの地の行く末を。これはノース教の儀式なのかい。もしかして毎年この日に。ああ、どっちも気になるけどね。まあでもこの日にやってるんじゃない。これはノース教の儀式なのかい。これは。ああ、略式ではあるがな。毎年この日に行っているのだ。私なりの覚悟の表明としてな。験担ぎじゃないけどね。ルーティーンというかね。そなたは。異国の神との会交を果たしたことがあるそうだな。いろいろあったね。実は私も似たような経験をしているのだ。あ、でも異国っていうとアルタ語になるんかな。でも異国ってどの程度の異国のことを言うんだろう。まあいろいろあってますね。で、似たような経験をしてる。ほっほっ、一体何が、え、いつの話。どっちも気になるけどね。一体何があったんだい。それって、そうだな、少し長くなるが。全然いいよ。ロスビータが生きていた時代はまだノース教が主流でな。私の育った村でも皆が熱心なノース教の信徒だったのだ。だからあの日のことは今でも忘れられぬ。川へ落ちた子を助けようとして命を落とし、主神たるグリムニルと開口したあの衝撃を。え？ロスビータかっていうこと？グリムニルは私に一つの使命を与えた。はあ。彼と敵対する神の一中ルキの勢力を駆逐すること。へえ。それは現世においてルキの加護を得たブリタイ軍を退けることを意味していた。へえ。だからこそ私は軍に志願し、そこであの戦友たちに出会ったのだ。そうなんだ、面白いね。へえ。それが百年戦争の真実か。真実ね。でもその確かにアプリリスがなんでここまでのことやってんだろうって考えるとね、そのぐらいのことはあったんっていうことか。そんな出来事があったのか。うむ、そうでもなければとてもなし得なかったかもしれんな。やがて100年にも及ぶ戦いの趨勢が定まり、ブリ隊が大陸から撤退し始めた頃、時を同じくして神々の世界ではグリムニルがルキと差し違えていた。へえ。その最中、私はブリ隊王の関係に陥れられ、知っての通り家計に処せられたのだ。その前後にグリアは国境を聖国教に改め、ノース教の神々は次第に信仰を失っていった。これが私のロスビータの人生だ。もはや何も取り戻すことなどできぬし、そのつもりもない。ただ戦友たちと共に取り戻したこの地を私は守り続けていきたい。あの戦争を途中退場してしまった私のせめてものけじめだ。それって終わりなるの？終わりないよね。ありがとうか。でも今の君は一人じゃない。そなたもそう言ってくれるのか。もって何？昔の仲間たちにも口酸っぱく言われたものだ。いいですね。一人で突っ走るな、もっと自分たちを頼れとな。アドル、手を出すがよい。何何？あら、いいんすか。神魔の指輪、グリムニルより賜ったものだ。いいんすかね。え、なんか指輪が増えていくんだけど。本来グリムワルドの討伐を行う半神たちの長の証らしい。ダメじゃない？力のほとんどは失われているが。そうなの。どうかそなたに持っていてほしい。マジで大事なものが増えていく。アドル君、大切に預からせてもらうよ。なぜ僕にこれを聞きたいよね。けど上は選びたいな。けど聞きたいな。
なぜ僕にこれを？ハドル、勝手なことばかりで申し訳ないのだが、もしもの時は。え？あ、いたいた。え？そなたたち、どうしたのだ？導いてほしいとか、みんなを。よくここが分かったものだな。ええ、お二人がなかなか戻らないので心配になってしまいまして、足跡を追わせていただきました。まさかこんな人気のない場所で二人でいるとはね。ヨファさん、人のそういうのは気づくんだ。自分は隅に置けないな、アドル君も。どの口が言ってるんだ、ヨファさん。聖女様も所詮人間ってことか。一体何のことだ。もう皆さん、とにかく見つかってよかったです。バルドゥークの町、ここからもよく見えますね。へえ、祭りでにぎわってるのがここからでもわかるね。あ、うちの畑が見える。へえ、闘技場の催しまで。どんな視力してやがる。さすが色ぼけ牛女だな。色ぼけって、凶暴家で鳥男に言われたくないわよ。おお、いいですね。こんな場所でこんな無駄な時間を過ごしていていいのかな。あの頃には戻れないんだな。戻れなくては今があるけどね。ああ、何ほうけた顔してやがる。ああ懐かしくなっちゃった。いや、ちょっと昔のことを思い出しただけだ。ちょうどよい。グリムニルに今宵の必勝祈願を捧げていくがいい。なんならここで稽古でもつけてやるか。そなたたちの気合を入れ直す意味でな。でね、望むと、あ、自分も入っていくのいいよね。聞くのもいいけどね。望むところだ。よし、ちょ、何やる気になってるのさ。その後アドルたちは改めてグリムニルに勝利を祈願し、それぞれの決意を胸にダンデリオンへ戻るのだった。ほい、アプリリスが更新されました。そばにあるもの、ノース教の儀式により必勝祈願を捧げたアプリリス。グリアの地を守り続ける覚悟を語る彼女のそばには、かつての聖女のように仲間たちが集うのだった。なんかアプリリスさ、一番最初の印象がさ、なんかこう皆を滑る頭みたいな印象だったのね。だけどなんかにしては柔らかいなって思ってたんだよ。そう、ちょっと変わった頭だなって思ってたんだけど、まあかつての仲間だったから、まああの時と同じようにとまではいかないけど、アプリリスなりにみんなのことを見守り、対等じゃないけど、うん、まあ見守る立場にもあったよね。うん、俺が何代目のみんなのかわかんないけどさ、どんな気持ちだったんだろうってね、想像もできないけど、ちょっとなかなか深いものがあるよね、アプリリス。先ほどは手間を取らせてしまいすまなかったな。だがおかげで私も皆も覚悟を固めることができた。勝利は我らにある。アドルよ、共に成し遂げるとしよう。